はい、こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使 PK、最上を射剣続きやっていきましょうか。さて、前回はなんとか鶴岡庄内平野を奪った最上ですが、後ろから南部が攻めてきてるんですよね。後ろから南部が攻めてきて、南部軍11000で、南部を無視するか、南部を無視した場合横手までは確実に落ちるでしょう。横手まで落ちるのがね、どうするかですよね。まあどっちにしても一旦帰りましょう。行くぞ。はしごは無理、はしごは無理なんで一旦帰りましょう。多分ね、これ撃退しないと、横手まで取られるとまたさらに攻めてきて面倒くさいことになるんじゃないかなと思うんですよ、最終的に。なので一っと一旦帰って、で、あと伊達軍を借りるのはできないから、まあ一旦帰りましょう。一旦帰る、何にしても一旦帰って、帰った。南部をね、あまり強くすると良くないんですよ、今の状況。伊達がそのうち豊臣との同盟があと2ヶ月で切れるんで、伊達が豊臣との同盟切れたら北に行ってくれると思うんですよ、多分。まあなので、よいしょ。ちなみに大崎は滅ぼせないな。伊達の従属国ですね、葛西。まあ今なら7000で迎撃できるんで、7000で迎撃しま、ん、あれ、そうか、一歩前に行けば7000っていう話か。2000、3000、残り29日、マムロ酒延さんにやってもらうか、可能かな、ギリギリですね、ギリギリ。こうするともう間に合わない。22日29日、6500対7400、囲ませた場合は1万1000なんですよね。7000で済ましたいんですけど、まあ1万しょうがないか。いいか、1ヶ月間だけ南部に使いましょう、しょうがない。谷地城の兵は全滅したのか、出てこない。1ヶ月南部に使いましょうか、これはしょうがないかな。集結ここで、この部隊は出せない、牢城。と思ったら兵力がちょっと足りないですね、これ。ちょっと兵が足りないな、出られないですね、武将がいなくて出られない。邪魔だな、邪魔ですね、どうしようかな。花巻だと1部隊、1000が減るだ、1000減るだけ。角の盾だけ捨てようか、とりあえず。角の盾だけ捨てるか。しょうがない。で、横手まで攻め上がって、横手は奪われるわけにはいかないんで、横手で迎撃かな。この1万1000を。1万1000が格納で落とした後横手に来るんで、それを迎撃する感じにしましょうか。これより表情を始める。策がございます。なかなかちょっとしんどいですね。これにて表情を終えよう。
行動増加取りたいけど、行動増加取りたいけどそうもいかない。農兵徴用取りましょう。大名発言。行動増加までちょっと待つ感じで。月曜で、さて、で、歩兵と歩兵は、かしこまりました。歩兵しては、かつ、あ、そうそうそう、今落とした鶴岡、さっき落とした鶴岡も調整しましょう。鶴岡はね、なかなか美味しい場所ですね。で、鶴岡の城主、鶴岡の城主に、あ、戸沢森康が真っ赤だ。戸沢系が忠誠があまりよろしくないですね。戸沢道盛、いや、戸沢森康さん集中するか。かたじけない。かつ城主にするか。戸沢森康に、谷地城与えましょう。すぐそばですが。かしこまった。で、成沢ファミリーには鶴岡に任せましょう。かしこまりました。かつ、戸沢のとこに会費持ちを一人、戸沢で猛攻、うん、はで、あとはあ、八千城ですね、八千城。これで、人の移動ができればいけるはず。かつ、ここの作れるものは作っておきましょう。そう、そういえばの宿場町は作っといた方がいいかもって話があったんで、宿場町作っておきましょう。特にこの両方にバフれるような場所、はい、宿場。かしこまりました。よし、これでいきますか。あと闇取引やっておきましょう。我に続け。取引を行いましょう。かしこまりました。進出を考えるとちょっとお金が必要。受けたまわります。よし、 OK。さて、じゃあ今月はちょっと南部に使うか。で、人の移動はできたかな。行きましょう。集結戦、ここで11,000。で、集結はこちらで9,000で、横手で兵を回復し増やしていきましょう。まあやっぱり南部は一回殴っとかなきゃいかんだろうなっていう。そう、南部は一回殴って足を止めて、あとはもう任せましょう。パパと嫁で頑張りましょう。各所にもうちょっと武将配置してもよかったな。2000。いやー、1ヶ月は南部に使うけど、まあしょうがないですね。前進せよ。
そう、南部しばらくおとなしくなるし、そのしばらくおとなしくなってる間に、まあちょっと考えましょうって感じですね。86日。あー、結構粘れるな。角館をちょっともうちょっと改良しときましょうか。南部戦に備えて、南部の侵攻に備えて。いいなぁ、いい城ですね。なんかこのもうね、これ町の近くにある城大好きなんですけど。合流。横手で矢頭さん12日後ね、集結地点で。前進せよ。今の時点で、86日持ったんで、がっちり固めとけば対南部の大防災になる気がする。かしこまった。商人、商人は上げておきましょう。で、検事を呼びましょう。取引を行いましょう。かしこまりました。ちょっと打って、また検事を呼ぶ。うわー、偽物だ。偽物来ちゃった。取り計らいです。しょうがねえな。我が志、必ずや果たしてみせる。おお、いいですね。助太刀するぞ。おお、いいぞ。助太刀するぞ。僕がこれボコると南部一気に縮小しません？いいぞ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 。南部包囲網が始まった。さあ行きましょう。でこの際、葛西と安藤と肩入れして、まあその場合伊達が北に伸びなくな、なれなくなるかもしれませんが、その分伊達には南に頑張ってもらおう。で可能な限り南部軍削ろう。8500減りましたね。減りよったわ。鐘を叩き、沼を2つ置く。沼、沼、イエイ。行くぞ。鉄砲隊連れてきたのはちょっとあれなんですが、ご命令を始めましょう。さあ、いやー、戸沢守康先鋒、戸沢守康先鋒で最上大将、そして最上のオールスターたち。命令してくれ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。敵の居場所知れましたな。山登りたくなる。止まった。九戸か。九戸に省略投げといてもいいかもしれないですね。さあ、一連卓勝でおびき出しましょう。あいつかな。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。進みなさい。ゲチよ、始めるぞ。加減できるほど器用じゃないんでな。ん？始めるぞ。何？あ、しまった。これはしまった。これですね、僕ね、最上編やる前に九戸編やろうかなと思っていろいろ調整してたんですよ。その後武将って、ね、消すのを忘れてた。いやー、九戸をね、消すのを忘れてました。いかん、このままでも今。関ヶ原シナリオあたりで九戸復活させようかなと思ったんですよ。九戸一家を。というわけで、九戸が2人いるってことは、あとね、あと 2,3 人2人いるやつがいますね、これ。その首もらい受ける。あと 2,3 人いるな、九戸のなんか一族たちが。やべ、沼か。
しがる隊、前へ。月曜、覚悟せよ。そう、マガラ3人いたしね。沼に落ちたところ、横から攻撃食らう。生意気ですね。始めるぞ。守れ。切り込め。こっちに流れてくれるとありがたい。足軽隊、前へ。命令してくれ。まあこれは新さんかな。これ新さん待ちかな。足軽隊、前へ。いや、逃がさない。邪魔するなら逃がさない。容赦しねえぜ。覚悟しておけ。ご命令。そう、偽物は列でがない。進まん。格の差、思い知るがよい。始めるぜ。始めるぞ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。南部家は結構有能が多いんですよね。いやいや、まったく。始めるぜ。いざ進まん。よしよし。やりたい、前。はい、ライブ初見さんもよろしくお願いします。さあ、黒兵の一人を倒し、めるぞ。あ、大将発見。いやー、南部のブラウンのグラフィックもめちゃかっこよくなりましたね、ほんと。実はね、南部編はね、ずっとやりたいなと思いつつも、端っこだから実際やるとね、あんまり面白くないだろうなと思ってるんですよ、プレイ自体が。南部の志と南部の武将を使いたい。やりたい、前。切り込め。グラかっこいいのはね、モチベーション上がる。さあ、行こうぜ。グラかっこいいのはね、ほんとモチベーション上がるんですよね、プレイの。やりたい、前。やりたい、前。さあ、まあ、あとは新さんぶち込みましょうか。いざ参ろう。始めるぞ。やりたい、前。2人。奥羽の故障が牙、受けるがよい。南部の騎馬隊強いって言いますよね。始めるぜ。騎馬系の隊名なんですよね。あ、隊名っていうか、志というか。始めるぞ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。油断大敵だぜ。引くぞ。やりたい。まあ南部はね、あの元立地条件もいいですし、まあ天正期の南部がね、さすが相当強かったって話なんですけど。でも大使になってね、あの牙のバフが入ってさらに良くなった気がする。やりたい、前へ。やりたい、前へ。でもこんなに南部が強いのは、あの逆に言うと天正期以来じゃないですか。天正期以来な気がする、こんなに立派な南部は。逃げたか。かたじけない。さあ、まあ一旦帰りましょう。これだと何かペコンペコンになるのを見てるだけで、見てれば大丈夫ですね。で、舞台が戻ったら、改めて柴田城に向かって、北越後をね、僕1592年中に、ぐぬぬ。もう一攻めして終わらしたいな。もう一攻めできないか。もう一攻め許されたい。よし、行きましょう。ぽいなぁ。5000。 いやー、
五千条囲んで、いやでも2ヶ月か。五千条囲んで、あ、そういえば思い出した。五千条行ったらここに迎撃に出る目があるんだよな。五千条行けるならいいんだけどね。あー、やっぱ迎撃に出てるな。9000、やっぱりここに迎撃に来るな。絶対迎撃に来るな。迎撃に来るな。いやー、上杉の動きがね、若干しんどいですね。平林囲んで、まあ平林囲もうか。伊達軍はね、米が必要なんですよ。です、伊達軍に渡す米がない。囲んでみるか。これで兵数をギュワッと下げて2ヶ月。厳しいな。厳しいですね。ちょっと厳しいな。まあ、あの、なんだっけ、白河とか那須とか滅ぼせますけど、滅ぼしてもその後の展望特にないんで、まあ一回こう沸かな、しょうがないかな。米を貯めようか。米貯めようか一回。で、五千城方面、次はどうにかしたいな。5600、ちょっと一回だけチャレンジしてます。五千城ルート、前回は途中迎撃されてダメだったんですけど、今回途中迎撃が途中迎撃にならないかもしれないんで、一回行ってみて、ダメなら諦める。兵力6000ぐらいで、兵力6000で五千城に奇襲かけてみて、うまくいけば万々歳、うまくいかなかったらまあ講和、これでいってみます。プラス、鉄砲200。鉄砲200の部隊。そう、上杉以外にね、上杉以外にあんまり現実的なルートがないんですよね。鉄砲100でいい。おびき出し用鉄砲100。上限5600、6100。これで相手の動き見ながら考えてみます。ご命令を。12月。開墾しとこう。かしこまりました。労力不足。労力不足。まあ2ヶ月ぐらいのオーバーであれば、まあ、その本即あの一気即起こったりしないでしょう。こっちがちょっと余裕が。受けたまわります。で、賢治を雇ってるんで米買いましょう。取引を行いましょう。賢治米。転がす。かしこまりました。かしこまりました。労力増やすやつはないですね。取引を行いましょう。
ありがとうございました。取り計らいます。OKOK。さあ、行きましょう。うまくいくといいんですが。1万か。行くぞ。行かせてくれるって、そう、インターセプトに動いたら諦めます。インターセプトだったら諦める。今のところはこんな動き、今のところはこんな感じ。我が志必ずや果たさん。これより表情を始める。いけるといいな。いけるといいんですが、いけるといいんですが、これにて表情を終えよう。ほどぞか。あ、剣じまいが買えなくなる。いやでもこのタイミングならいいだろう。さて、いけるといいんですが、何とも言えないな。やってみましょう。いやー、やっぱり来たか、やっぱり来たか。ダメか。いくぞ。まずこうなるな。こうなるか。こうなりますね。こうなっちゃうか。いくぞ。我に続け。いや、よしよし、誘導できた。うん、いざ参ろう。出陣するぞ。謎の誘導で。南部が葛西の勝利。先が長いな。しかし先が長い。2ヶ月。しかしちょっと厳しいな。秀長が死ぬ。はい、いつもの秀長死。ダメか。ご命令を。ダメか。39日、72日、水攻めだと77。水攻めの77覚えとこう。水攻めの77覚えときましょう。撤収しましょう。じゃあ講話で、次は水攻めの77を狙います。次行くときは。まあ、ナイスターンですね。うん、お金とお米貯めて、次は五千条、同じやり方で落としましょう。あ、ご命令を。パパが死んじゃう。はい、かしこまった。パパ氏。はだ。次は利休も死ぬ。はい、利休も無事死んだ。これより表情を始める策がございます。提案強化。まあ今のうちに対面ポイントも食べときましょう。これにて表情を終えよう。
で、農業系も増やしたいんですが、まあ提案強化、農兵年貢増加、素晴らしい。ゲチオ、南部も6ヶ月経過ですね。で、南部、はい。で、そう、寄り木ちょっと散らしておきましょうか。ただね、本国にいる武将がね、軒並みあまり忠誠が良くなくて、ちょっとね、黄色を割るのが若干心配ではあります。よいしょ、承知いたしました。まあちょっと割って、承知、ちょっと感情見てみましょう。ちょっと感情見る感じで、はっ、戸沢、戸沢、まあ黄色くな、青くなるやつは青くしときましょう。青くなるやつ言ったんで。で、安藤とはすごい仲良くなってましたね、さっきの一戦で。はい、安藤を葛西とも仲良くするか。いやー、どうだろう。葛西はなんか伊達に吸収するなら吸収するでいいような気がする。よし、じゃああとは賢治を呼びましょう。我に続け。取引を行いましょう。うわーっち、おうち、おうち、勘弁してほしいな。取引を行いましょう。うん、かしこまりました。うん、まあ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 。5月、確かの7月ぐらいに攻められるはずなんで、再び改正になるんで、再び改正になるんで。ご命令を。取引を行いましょう。うわ、またか、またか。3回だって2回が2回かよ。これはしんどい。これはなかなかしんどい。津軽とも仲良くしておこう。はい。いやー、こればかりは運だからどうしようもねえな。きつ、きつ。そして台風通過、お米がこれより標準、流れが悪いですね。流れが非常に悪い。流れが非常に悪い。これにて表情を終えよう。流れが大いに悪いですね。さあ、また剣と呼びましょう。我に続け。取引を行いましょう。ありがとうございました。よし、今度返した。これは米し、うわー、プラス5000まで下がったか。うん、まだだな。いやー、兵糧収入すっ飛びましたね。いやー、きついな。内政のきつさがね。
ご命令を。幸い金収入が取引を幸い金収入は安定してるんですが。ありがとうございました。ほっ、そっか、兵もすっ飛びましたね。兵もすっ飛んだし、痛いな、痛手やな、なかなかの痛手。受けたまわります。で、宣戦布告可能に。宣戦布告可能。結構兵ため、結構兵増えちゃった。相手にとって不足なし。力を貸してやろう。で、今回はもう積極的にあれやりましょう。あれをやりましょう。葛西相手にやっちゃダメ。那須。那須と佐竹に宣戦布告するか。那須は別に大丈夫だよね。相手にとって不足なし。力を貸して。はい、ありがとうございます。佐竹も。相手にとって不足なし。力を貸してやろう。相馬も。相馬も、岩木も。相手にとって不足なし。力を貸してやろう。いやー、正宗から。いやー、これからね、北関東を攻めるんだと言い張ってね、正宗、お米もらいましょう。相手にとって不足なし。力を貸してやろう。よし、行きましょう。まず、2万。いや、五千城直撃コースで。五千城直撃コースで。8000ぐらい。7500。1万。到着するまでにお金貯まるから待つ待つ。アンド鉄砲。あ、そっか、パパが死んだのだ。パパが死んでしまった。で、山形の鉄砲隊。鉄砲が増えている。8000。8000で攻めて、8000で攻めて、やり方は、前と同じ。それで五千城に乗って水攻めていきましょう。もう鉄砲隊に鉄砲持たせて忘れてる。危ない危ない。鉄砲持ち忘れた。56日、行きましょう。前進せよ。五千城落とせば、もうこっちは無視で、ちょっと無視できるんで。我が志必ずや果たさん。我が志必ずや果たさん。調査くん、商いを始めましょう。延沢さんが、ご命令を。で、次の月になると1万になるんで、委任しない。お金を使わない。あ、やり取り中だ。取引を行いましょう。転がしましょう。転がす方向で売って、か、買っ、元のお金いくらだ。6400。6000にはしとかないといけない。
取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通り。買って売る。ありがとうございました。よし、これで次のターン1万になるから、行きましょう。皆の者、我に続け。いいと思う。助け立ちするぞ。で、ルート注意ですね。あ、南部につこ。助け立ちするぞ。遅れる者は斬る。ん、今回やり合うつもりか。助け立ちするぞ。うっと、ちょ、よくない、よくない、よくない。出陣するぞ。いざ参ろう。危ない、危ない。いざ参ろう。よし、これだ。5400。出陣するぞ。びっくりする。よし、よしよし。被害少なく、被害少なく。ただ向こうは。大将これ斎藤1400。こっちで沼かな。こっちで沼で戦うか、こっちで大将が来るのを待ってどうにかするか。1400。斎藤智信がね出てきてくれるんであればこっちでなんですけど、いろいろ何とも言えないものはある。うちの総兵力確か1万ぐらいいるんで、のろしもありはあり。こっちで戦う場合は鉄砲、あの鉄砲を撃ちながら登山森安でなんとか。こっちで戦う場合は敵を帯び寄せて沼ですね。まあ、ギャンブルが少ないのはこっちですね。ギャンブルなしでいきましょう。ただその場合大将がね当然最後尾なんで、どうなるかなってところあります。沼ちょっと位置が微妙な感じ。沼で鐘を叩いてよう。沼鐘、おそらく向こうものろしは置くでしょう。のろし置くと思う。我に続け。まずは鉄砲でおびき寄せる。ご命令を始めましょうか。物見に行く。ゲチよ、さあ行こうぜ。進みなさい。始めるぞ。覚悟しておけ。敵
敵の居場所見えた。知れました。この位置でバンバン撃ちましょう。この位置でバンバン川のこっち側から。お願います。始めるぜ。のろしありですね。のろしあり。敵の居場所知れました。いやー、本庄重長嫌だな。嫌ですね、本庄重長。行こうぜ。始めましょう。ご命令を覚悟しておけ。始めるぞ。鉄砲撃っておびき寄せる方向で始めましょうか。ゲチよ、始めるぜ。敵の居場所知れましたな。まず何しやがる。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。叩き潰せ。ゲチよ、進みなさい。いざ参ろう。急、何、急展開。これはなかなか生意気な動き。命令してくれ。ゲチよ、始めましょう。油断しました。ゲゲ、攻めなさい。このままで。うそ。あ、まあ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 、お覚悟願います。一覧逃がさない。器用じゃないんでな。攻めなさい。敵の居場所知れます。始めましょう。やりたい。前へ。斎藤発見。負け戦かよ。始めるぞ。お覚悟願います。ごめん、進みなさい。力負けするとはな。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。覚悟しておけ。ご命令を、進みなさい。いざ参ろう。始めるぞ。お覚悟願います。ああ、もう止まりました。沼が起動したか。しょうがない。敵の居場所知れました。いざ参ろう。そう、斎藤千六百か来ますね。下がる。やりたい。前へ。斎藤下がるか。ご命令を始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。敵の居場所知れました。やりたい。前へ。いざ参ろう。始めるぞ。斎藤千六。いざ参ろう。始めるぞ。ゲチよ、進みなさい。やりたい。前。いや、残り3か。うん。敵の居場所知れました。やりたい、お願いします。離脱始めましょう。分かる。さあ行こうぜ。1780。始めるぞ。のろし分がね、結構でかいですね。さあ、斎藤をどうにかしなきゃいけない。こっから始めるぞ。ゴリラが破れるとは。ここで斎藤をどうにかしなきゃいけない。デツ、覚悟せよ。命令してくれ。新三町ですね。下がるのか。やりたい。前。いやー、斎藤下がってんな。ゲチよ、斎藤が下がってる。ゲチよ、覚悟しておけ。一連できるけど、一連で斎藤は釣れるが、倒せるかどうかですね。ここで下がるっていうのがね、なかなか冷静な判断。無理をしないか。無理せずでいきますか。始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。新三で立て直そう。前に出てるのはお船が前に出てきてるんで、お船を潰そう。新三希望込んで、いざ参ろう。
いざ参ろう。始めるぞ。釣った場合ね、1700潰しきれないと思うんですよ。多分潰しきれない。1300は。今ぞ、攻め込め。叩き潰せ。ゲチよ。さあ、行こうぜ。で、一回目の新さん。大雨の故障が来ば、受けるがよい。命令してくれ。やりたい。お願いします。始めるぞ。ご命令。ご命令を始めましょうか。やりたい。お願いします。これほどとは。いざ参ろう。始めるぞ。やりたい。野上が届いてなかったか。やりたい。前へ。やりたい。まさか敗れるとは。いざ参ろう。始めるぞ。命令してくれ。鉄砲ね、あれ、こういう乱戦だとね、結構微妙なんですよ。ゲチよ、まあ、雨降ってるってのもあるんですが、お覚悟、あとはお線を倒す。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めましょう。さあ、残りは全軍で。敵の居場所、知れました。やりたい前。ご命令を。やりたい前。む、大将が向かってきてるの。いざ参ろう。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。あとは始めるぞ。あとはね、始めるぞ。ゲチ、一発奇襲は入れましょう、うん、進みなさい。敵の居場所、奇襲食らったのか。ゲチよ、さあ行こうぜ。やりたい前へ。一連ガシン。ご命令を始めるぞ。ご命令を。ゲチよ、始めましょうか。下がる。同じにできません。聞きましょう。いざ参ろう。始めるぞ。ご命令を。さあ、叩き潰せ。やりたい前。21、24。よし、こうなったらもう向こうは来るしかない。こっちに、ご命令を。あとは来たところを新三して、一番ヘルプ多いのが酒延さん327。ゲチよ、お覚悟願います。どうかな。どうかな。覚悟せよ。どうかな。命令してくれ。どっちに来るかですね。さあ、ちょっと行こうぜ。下がろう。来たところをふわっと包囲してどうにかしたい。始めましょうか。やりたい前へ。酒延さんに来るな。始めるぜ。酒延さんに来るところを始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。いざ参ろう。ゲチ、最後の新三希望ですね。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。命令してくれ。ご命令を。行こうかな。お覚悟願います。最後のやりたい奮闘か。生意気な、生意気な。まあ新三希望でやりますか。大雨の故障が来ば、さあ、あとはもうご命令を。あとは勝負。ゲチよ、横槍を入れろ。やりたい前へ。ゲチよ、お覚悟願います。おのれ、油断しましたね。いかん、行こう。強行なんだけど、これは負けのようですね。バカな、ありえん。さて、負け戦かよ。やりたい前。もう一発。さて、見つぶしてやるぜ。よし、
なんとか。いや、やりたい。激戦の極みですね激しい我らを甘く見たようだな。さあ、でこれでピロリが出るかどうか。本庄重永、いやー一人切ってどうにかなるゲームでもないしな、どうにかなるゲームでもないしな。いやー本庄重永を切ってあんまり優勢になるゲームでもないなとは思ってるんですよ。いやちょっとスルーしてます。かたじけない。行くぞ。こっちやな。我に続け。信長が死んだか。これより表情を始める。策がございます。いや三国志14と違ってそこまで決定的に差は出ないんで、強い武将一人ぐらいでは。これにて表情を終えよう。いやー雪もねいろいろ取らなきゃいかんすね。いろいろ取らなきゃいけない。まずは洪水取っとくか。いや干ばつ取っとこう。ご命令を。ピロリできればラッキー、できなければもうしょうがない、出直しですね。まあ一回主力叩いたんで、一回主力を叩いたんで、また出てくるか、すぐさま。29日、ダメだな。あ、雪取るべき。いや、そっか。これから冬でしたね。いやはや、いやはや。あ、そうだ、僕お金あるけど、それ五千条だったしね。行きましょう。ピロリガチャで好きにしてな。おっと、助太刀するぞ。礼を言うぞ。平林はね、迎撃が来るから無理ですね。ああ500になっちゃったか。これは多分無理だな。一回出直し、一回出直しましょう。一回出直して、いやーなかなか一筋縄には、なかなか一筋縄では。僕は伊達が止まりましたね。ご命令を。武将がまだ帰ってこない。武将が帰ってこない。かたじけない。調略の投げ方も考えよう。かしこまった。ぐらいかな、ぐらいかな。さて、五千条、五千行きましょうか。うん、闇取引はちょっと置いとく。ああやっといてもよかったね。志果たさずして、結局五千条の水攻めやるかなと思って、八条の回復を待って、部隊が結構全滅したんで帰ってこないですね。三よし行きましょう。あ、そっか、委任僕解除してるんだった。証券の委任はね、
サイド行きましょう。あー結局帰ってきてないのか。ママが帰ってきてない。しんち伊達か相馬にも負けた説。ほんとよ、なかなか厳しいことになってますね。伊達が弱くなるとね結構困りますね。まあその場合はその場合は徳川と組むかって話なんですが、1万4000、6000、到着までにダメだな。出せて1万ですね。出せて1万。そうですね、ずいぶん兵力を回復されてしまった。国衆がね結構しんどいですね。国衆がなかなかしんどい。結局でも出してこれぐらいか。2000、1万2000、5000。到着までに2ヶ月、水攻めやってもそこから2ヶ月、だから4ヶ月分必要。ギリギリですね。検事次第ですね。返事次第。よし、我に続け。いくら出てきた。18000。多いな多いな。多いなぁ。トンカツとってもね、長いですね。取引を行いましょう。ありがとうございました。いざ参ろう。あの数なら胃に戻しておきましょう。18000、多いなぁ。やっぱりなんだかんだで国力差がありますね。いざ参ろう。なんだかんだで国力差が高い。13000、今の12300。いや国衆入るからあまりよろしくない。魚手なしか。22000、14000。うん、まあただね、僕ね、さっきの戦をもう一回やってもう一回勝てって言われると実はね、ちょっとね不安はありますね。ちょっと不安はある。前進せよ。あ、お金が減りすぎちゃうかも。カタクラ来た。陽動するか。陽動隊出しましょう。ヤガシオさんが、あ、間違えた。ヤガシオさんがちょこっと、これでなんかその動きを我に続け。伊達が徳川に勝った。おお、えらいえらい。片倉来た、えらい。さあ、はるかかんだから八柏さんが10万の兵を持って攻めてくるぞとか嘘情報流すわけですよ。片倉来た。本当、あ、ダメだ全然これより陽動を始める。100ではやはり陽動になってない。100では陽動にならない。無視されてた。
いやー無視されてましたね。見向きもしませんでしたね。これにて表情を終えよう。江口、お、なかなか有能。すまねえな。なかなか有能。ほう、義満の重臣。いや、義明の重臣。慶長出羽合戦で最前線に当たる。これ畠屋城でいいのかな。貨幣でこもり、上杉の猛攻を食い止める。直江兼続の韓国を誇示し、壮絶な最後を遂げた。壮絶な最後を遂げてしまった。有能。ちなみに調略投げてるんだけど効かないね。調略が効かないな。うん、まあやるしかないか。今回は闇取り中。取引を行いましょう。ありがとうございます。よし、源氏いいぞ。やりましょう。固有対面やるにはちょっとねしんどいなっていう。さあさあさあ、最上の策はね、いやーちょっとね、ギャンブル気味なのがちょっと引っかかるかな。闇取りが最優先で、闇取り最優先しつつ、まあやってみるか。最上だしやるか。我に続け。そう、農兵精錬とね、猛攻号令と最上の策、どっちがいいかって話なんですよ、この状況で。出てきたか、出てくる。出て、いざ参ろう。移動。出陣するぞ。行くぞ。移動。前進せよ。ん、サイエンス。伏した。いる。いる。いるいる。藤田行きましょう。ドゥルルン。なるほど、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 なるほど。よし、3000払ってよし。ただまあ、あの、なんだっけ、藤田ね、犯さないたいね。さあ、あと何日、あと8日。ゲチよ。さあ、五戦場の戦いになる。かしこまった、かしこまった、かしこまった。ちょっと委任解除、委任解除して、闇取引中。取引を行いましょう。仰せの通り。ありがとうございました。米を転がして、取り計らい。確保。仰せの通り。確保。よし、行きましょう。我が志。必ずよ、ハタさん。伝えましょう。
おうち200。おうち200か。うまくいけば、うまくいけばガツッと落とせる。ただどうだろうね、大将逃げ回るのは間違いないんで、大将逃げるね。逃げる大将どうするか。そんなのはもうね、大将先駆けで、いやごめん、どこに行くか分かんないから無理。大将先駆けはね、どこに行くか分からないんで、おとり挑発、おとり挑発プラス前ダッシュで、罠、柵1個、よし、これで突貫しましょう。これでスワッと突貫。行くぞ。よし、行きましょう。いざ進む。どうかな。ご命令をお覚悟願います。あれ、ね、大将とのね、運動会がどうなるかですね。はい、にゃー、くそ、後置き罠が待ってやがった。始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。敵の居場所知れました。パパ、結構な兵だな。ご命令を覚悟しておけ。うん、ご命令を進みなさい。やりたい、前へ。ご命令を、ここでパパを潰してしまおう。もう1年溜まってない。ちょっと、いや今ね、変にね追っかける素振りをすると全力で逃げるんで、追っかけないよ、追っかけないよ。嘘、追っかける、全力でいく。命令してくれ。ゲチよ、いざ参ろう。ゲチよ、1年まではまだまだ溜まってない。1年までまだまだ溜まってない。進みなさい。さあ、ゴー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 。何しろ。もう。命令してくれ。もう。敵の居場所知れました。ゲチよ、覚悟しておけ。大将が出過ぎてるんだけど。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。ここです。やりたい。おかさないが見つからないね。ご命令を。覚悟しておけ。ご命令。志村もっと走ってほしい。覚悟せよ。1年まだまだまだ足りない。ご命令を覚悟しておけ。にゃっはっは。勝てるとでも思ったか。大将守りに行ってるな。ゲチよ、覚悟しておけ。動かさない、どこだ。ゲチよ、始めるぜ。始めましょう。ゴー。やりたい、前へ。やろ、いざ進む。やろ、さすがに大内が遅い。始めるぞ。大内が遅い。知れました。ちょっとストップ、ストップ、ストップ。覚悟しておけ。始めるぞ。おかさない、どうした。行き過ぎちゃった。あ、見つけた、見つけたけど、これちょっとね、今使わない、今使わないわ。なしでも全然勝てるからいいや。このままで。何しやがる。ご命令。覚悟はいいですか。ゲチよ、始めるぜ。始めるぞ。ゲチよ、
始めるぜ。いざ参ろう。いやー、これは戸沢守康、これは戸沢守康、パタッと走って大将首取りましたね。死力を尽くした甲斐があったな。いい勝利、いい勝利。敵将仕留めたぞ。本間が死んだ。くそ、あれ、あ、斎藤死ぬんかお前。ことじけなし。これは強行しよう。これは2ヶ月強行しましょう。2ヶ月強行で、2ヶ月強行で、まあ兵も兵減っても大丈夫で、プラスゴズメを出したいんだけど、ゴズメ、平林はルート3つか、3つパターンか。うん、3つか。横手と、ただちょっと遠いかな、2ヶ月もかかるのかっていう。あとあんまり南部方面減らすのも若干怖い。うん、いいか、いいや、いいや。五千城落ちれば、あの柴田平林いつでもなんで、もういつでもかどうか分かんないけど、まあだいぶ楽になるはずなんで。で、講話が途中で出てくれたみたいですね。あ、出た。大丈夫、罠じゃない？罠じゃない？まあただいいと思うよ。助太刀するぞ。これは失敗許されない外交。読め。55-66でいきましょう。まあ2回目は成功率低いという感じなのかですが、よし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 、ナイス、ナイス読め、ナイス読め。これで、これで、安全、迎撃が苦しい柴田城か、上限16000だけど、押せ押せで、いやー、厳しいな。厳しいな。厳しいな。16000、50000、10000。行くんだったら坂戸城か。10000の坂戸城。50000。油断するともう徳川と隣接する位置か。そうね、ここは北越後かな。前進せよ。で、ご詰めも出しましょう。3部隊、3部隊で、まあ6000ぐらいいればだいぶお米がちょっと気になる、ちょっと気になる、ちょっとお米が気になるね。いやー、そんな簡単に落とせるなら行くんですけどお米の維持と、実際これ多分強行せざるを得ないだろうなっていう。まあこの舞台でポンポンと落として、こ
昭和かな、1592年内に、92年内は無理だな、うん、この舞台でまあガンガンと行くしかないですね。商いを始めましょう。なかなかご命令を。92年3月ただ五千城が素晴らしくいい防御ポイントなんで、かしこまった、うん、ちょっと防類と、かしこまりました、防類と準拳所作っときましょう。かしこまった、かしこまった、防類と準拳所作って五千城迎撃、まああのどっかのタイミングでもしかすると迎撃必要かもしれないんで、はで剣じまい変えましょう。続け、そうそう、講がしばらくないんですよね。取引を行いましょう。ありがとうございます。それしてもあのリスタートするとしたら、ありがとうございました。戸沢はもう無視するべきだったかなという、いやどうだったかなと思うんですよ。戸沢実際僕ね、あの戸沢を落とす価値あったと思うんですよ、収入的にも。あとあの1年卓勝と収入面を考えると、戸沢を落としといてよかったんじゃないかなという気はするんですよ。うん、そう、戸沢がいなかったら多分勝てなかったシチュエーションが何回かあったと思うんで。まあどうするかですよね。うん、まあなのでやり直すと、まああの今回ダメでもしリスタートするとしたら、五千城を一発で決められればねって感じはしますね。取引を行いましょう。よし、まあとりあえず行きましょう、うん、80日まあガンガン殴りましょう。お、許されるか。また嫁。あー今回厳しいですね。35。あー初手上すぎで、その甲賀中戸沢いけたら、まあその初手上すぎでどこを落とすかですね。鶴岡を落とせれば素晴らしいですけど。35。厳しいな。ダメか。あー戸沢森保が、これより表情を始め、戸沢森保が、これにて表情を終えよう。さすが坊主はね、坊主は煩悩に強いっすね。ご命令を。戸沢森保が残り66日、2ヶ月か、長いな。厳しいですね、なかなか厳しい。ケツさん確かの天道の時ぐらいすごい強かったイメージがあるんですよ。はっ、だいぶなんかおとなしくなった気がする。能力値なんかもっとすごかったイメージがある。取引を行いましょう。よし、剣じまい。いやまあ焼けし、まあちょっと返してもまあほぼほぼ焼け死に水だと思うんで、まあこのまま行きましょう。士気少ないから逃げてくんねえかなと思うんですけど、残念ながら。あ、同盟忘れてた。あ、寝返り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 の位置を、かしこまった、寝返りの位置を見ておきましょう。
かしこまった。北条か、ちょっと遠いっすね。ご命令を。まあまあまあ落としましょう、このまま。まあまあ落とそう。上杉とはもう9ヶ月なんですが、まあ平林まで落として講和ができるといいかなぐらいですね。五千城攻めてきたら、まあ伊達の援軍借りれば撃退余裕かなみたいな。あ、買い忘れた、ケンジ。猪苗代、猪苗代。あ、今かよもう2日だよ。赤子の手をひねるようなものよ。大井だ、うん。かたじけなし。僕ね、前田は同盟で抜けようかと思ってます、時短のために。まあもっとも、あ、前田はほ結構切れる、6ヶ月後に結構切れるね。6ヶ月後に結構切れる。行くぞ、前進せよ。そう、次のペース、次の戦で上杉を全部使っていくレベルですね。ご命令を。で、徳川とは仲良くしていきましょう。受けたまわります。徳川は徳川やね。で、実は豊臣と密かにもうすぐ隣接が近い。早いな。佐渡経由はね、どうだろう。佐渡経由で上杉をスルーして前田に突き刺さるか、うん、ちょっと無茶な気がするな、さすがに。猪苗代、あれ消えちゃった。うん、そうですね、だってあと半年。うん、いやー、さすがに進行にめちゃめちゃ時間かかるだろうなとは思う。ちょっとスイッチは。はい、宿場町、商人町のレベルを上げとく。は、商人町と貯水池のレベルを上げときましょう。かしこまりました。で、剣士前か、あー、剣士前切れてる。マイナス2000。闇取引はね、常にやってます。あ、待ち、危ない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 。なるほど、移動中ね。我に続け。取引を行いましょう。よし、さ、剣士積極的ですね。一部隊だけ出てきてる。いや、そんなことない。うん、そした。残念ながら、省略できないね。で、もう一回講師やりましょう。時短になるといいんですが、もうちょっと削ってからの方が成功率が高くなるんですけど、いやー、ギャンブルでいきましょう。ガンガンギャンブルでいきましょう。志を果たせず散るか。これより表情を始める。これにて表情を終えよう。お、差し出し。いやーいやいや、いやー、まあ、なんだろう、ギャンブルにかけていかないと、普通にやると多分全然間に合わないだろうなっていう。恥じ口ができた。兵糧流通、
ご命令を。そう、7月か。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。で、シッパ城、人手がすごい足りない。人手すごく足りない問題。人手がすごく足りません。ここ神前ダメ。人手がすごく足りません。柴田城に矢頭さんを前に出そう。かしこまった。矢頭さんを前に出す。小野寺を一人下げる。はっ、うん、稲城なんか消えた感ありますね。かしこまりました。で、あと闇、今月の闇取引も取引を行いましょう。で、です。いやー、ちょっとあれですね。藤田ももらっとくか。ままならぬものよ。よし、もうさ、あの最上の策も切れちゃうんで。水原71。よし、よしよし。勝ったぞ。勝ち時をあげよう。で、行くぞ。で、ちょっとねやってみましょう。出陣するぞ。行くぞ。増えた。ダメだ。増えちゃうよな。前の兵を合わせて1万。前の兵合わせて1万。1万対1万2500。なに、それくらい勝たないで。それくらい勝たずして。出陣するぞ。ちなみにそろそろ講和はまだダメですね。どうせ講和ダメなんで。佐渡は遠すぎるし意味がないかな。行くぞ。どうせ戦場上限2万8000。これだったら、出陣するぞ。倒せばピロリがあるんで。で、ブーストかけましょう。移動し、ついた？まだついてない。五戦場はいる。1万にはできた。江口隊。1万。我に続け。13,200。厳しいな。13,000、国衆入って16,000ぐらいになるから、1万対16,000。1万対16,000。で、舞台がだいぶ偏りがある。5,000。いやー、厳しいな。ここまでかな。撤収か。魚でがあればなと思うんですけど、魚でがあればね、ワンチャンあるんだけど、ちょっと待って、まだないわけじゃない。目がないですね。近くにね、戦場条件が少ないところがあれば、おびき出してなんとかとも思ったんですけど、
こは無理があるな。うん、いやちょっと厳しいか。さすがに厳しいか。ここまでかな。でも後半はできない。一旦まあ一旦騎乗せざるを得ないかな。一旦騎乗して講話を待つか。ただまあだいぶ収入は良くなりましたが、ちょっと待ってね。1万3000、こっちは1万、柴田城に確か誰か人を動かしたような気がするから、1万2000にはできる。1万2000対1万7000。行くぞ。で戦える場所、我に続け。隣接地ではある。我が志、必ずや果たさん。隣接地に移動して待機するぞ。いつもの移動パターンがやはり自領地では使えないか。自領地では使えない。魚ではね、地坂ですかね。よさか城、どうせ講和できないんで。柴田城に人が入ったかも。お、入った入った。八柴さんが来た。あれ、部分騎乗。あー、でもほぼほぼマックスなんですよね。てか舞台がマックスで、誰かを減らしてって話になっちゃうね。いざ参ろう。ちょっとあの与坂城をつつくふりして、与坂城の部隊を減らそう。違う、与板城、与板の兵が減るとマイナス3000なんで。いざ参ろう。どうせこうはできないんで、ちょっと出陣するぞ。どうせこうはできないんで、ちょっとうろうろしてみな見ましょう。宇治家ね、鉄砲隊なんですよ。で鉄砲隊がおびき出しに結構使うんですけど、まあいっか。そうだね、いや、多分おびき出し戦をやらないかもしれないんで。あ、行くぞ。前進せよ。合流、集結。ここで八柏さん一人。前進せよ。18000、また増えたな。また増えましたね。また増えたか。増やせばそれだけ増やしますね。増やせば増やす。長岡へ出陣するぞ。ご命令を。そろそろコアは待って、ここのチャレンジをね、取引を行いましょう。行きましょう。ちょっとね、講和できるとこまで、多分もうちょっとで講和だと思うんですけど。ん、ダチョウ止めってもう切れたの。お、危ない。で、そう、三国志14と違って同盟延長というのがあるんでした。これはもしかすると、いや、お、うろちょろしてやがる。これはいいぞ。これは A で。いざ参ろう。で出陣するぞ。いざ参ろう。出陣するぞ。一旦動きをキャンセルさせて。ここに来てくんないっすね。あー、ここじゃダメなんだ。こう長岡出陣するぞ。
長岡でヘルコフトです。待機するぞ。止まない。行くぞ。来ないな。来ないな。長岡には来ない。長岡には来ない。長岡には来ないか。ここまでだな。ここまでですね。ここまでだ。撤収します。敵が我が領内に向かっております。まあでも大丈夫。大丈夫大丈夫。籠城してるうちに公安になるから。志小沢が死んだ。小沢が死んだ。小沢が死んでしまった。ご命令を。あ、やっべ、一気に兵が1になっちゃった。やっべ、一気で兵1はまずい。ちょっとあと1ターン結果だけ見るね。乗っかられたろ。あ、よかった、復活した復活した復活した。騎乗分が、いやー、これはアントにつかざるを得ないんだけど、まあアントについとこう。助立ちするぞ。群馬200。いやー、1592年10月。これより表情を。そして戸沢守康を失ってしまった。なかなかですね。これにて表情を終えよう。なかなかですね。上杉は。弱い相手では決してないですね。いやー、1592年か。いやー、上杉手強いっすね。簡単な相手ではないね。特にね、次の攻めがね、まあ次の攻め、まあ準検場で1万8000でなんとかって感じですかね。で、1593年中に落としましょう。93年中に。で、94年は前田をワープして、堀ちゃん直撃で、前田ワープで堀ちゃん直撃。よし、それでいこう、それでいこう、それでいこう。よし、それでは皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。続きは厳しくなってきましたが、まあ続きは明日ありますんで、その時はぜひよろしくお願いします。上杉をね、もうちょっとね、手早く倒す手段がな。まあ、はい。さて、この後は、三国志上にはしごしますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。それでは、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。